さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、最近ザラで購入したものを紹介しようかなと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで今日はですね、ザラの購入品を久しぶりに紹介しようと思います。では早速、まず一つ目がじゃあ今着てるこちらのトップスなんですけど、すごくね、なんかスタンダードなノーマルな白の T シャツでございます。こういう白のトップスは本当に夏にすごく活躍してくれる万能アイテムだと思います。しかもお値段も990円ですごく安いので、こういうシンプルな白 T は持っておいてもいいんじゃないかなと思って今回買いました。でショート丈になっているので、チラッとお腹が見えるぐらい感じになっています。でなんか夏ってやっぱ一番気になるのが、結構私もそうなんですけど、めちゃめちゃ汗をかくんですね。夏すごい汗っかきなんですよ。そうで、なんか脇汗だったりとか背中の汗とか染みちゃうのが結構ね気になっちゃうかなと思うんですけど、この素材的にあんまり気にならないんですよね。これそんなになんかめちゃめちゃ透けるということもなくて、この前着てたんですけどあんまり脇汗とかも目立たなかったし、素材もすごい柔らかくって体にフィットしてくれるのですごく着てても楽でした。これ990円はすごくコスパがいいなと思います。はい、そして続いて2つ目がじゃじゃん、こちらです。またまた白のトップスなんですけども、なんかね首元がこんな感じになっていて、ロープみたいなのが編んであります。首のところにワンポイントが入ってる T シャツなんですけど、結構なんか珍しくないですか、こういう T シャツ。私こういう T シャツは持っていなかったので、なんか珍しいな、可愛いなと思って買ってみたんですけど、こちらがねちなみに2590円でした、まあ、T シャツにしたらちょっと高いかなと思うんですけど、でもこの首元の編み編みになっているところが結構凝ってあるっていうか、本当にすごい立体感もあって、ここがね結構高級そうな感じの T シャツに見えるかなと思って買いました。袖のところもロールアップされていて、こういう首になんかワンポイントがある T シャツって、もちろん普通にボトムスを合わせても可愛いんですけど、プロペットにすごく使えるなと思って、結構着たりとかするんですけど、そういう時って大体胸元が隠れちゃったりとかするので、普通にシンプルな無地のトップスとかこういうトップスとかを合わせちゃうんですよね。これはもちろん可愛いんですけど、胸元にロゴが入ってる T シャツとかを着てもあんまり意味がないので、結局ね見えるのがこう上ら辺だけなので、結局無地のトップスとかになっちゃうんですけど、こういう首元にねワンポイントあるとこれが見えるので、そうやってねサラペットとか着る時に合わせたいなと思います。はい、続いて3つ目がじゃじゃん、こちらのワンピースですかね。デニムのワンピースなんですけど、こちらが3990円でした。めちゃめちゃ安いですよね、ワンピースなのに。結構ストレッチも効いているのですごく着やすいし、ステッチが画面で伝わるかどうかわからないんですけど、なんかすっごい綺麗な色の糸なんですよね。ブラウンなのかカーキなのかってよくわかんないんですけど、そういう感じのブラウンとカーキが混ざったような感じの色味になっていて、それがすごく可愛いなと思って購入いたしました。後ろにポッケもついているんですけど、このボタンとかも可愛いし、前もスリットが入ってたりとかしてちょっとセクシーだし、でもこのスリットのおかげで歩きやすいっていうのもあるし、さっき紹介したねこちらの T シャツの上からこうやって着てもすごい可愛いなと思って、ここがワンポイントになって可愛いなと思ってこれを購入しました。体のラインもすごく綺麗に見えると思うし、コスパもいいし買ってよかったなと思います。でもこれがなんかねラストチャンスみたいなところにあった気がするので、多分今もう売ってないんじゃないかなと思うんですけど、はい、こちらをゲットいたしました。はい、続いて4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これはねもうね一目惚れしました。友達にねザラで働いてる子がいるんですけど、その子からもこれ絶対シオナ好きだと思ったみたいな感じで言われて、もう正解みたいな感じなんですけど、本当に可愛いです。これめちゃめちゃ一目惚れで買いました。これのお値段が5990円なんですけど、まあ少し高いかな、ちょっと高くて迷ったんですけど、でもこの柄もすごい珍しいじゃないですか。こういう柄のパンツってなかなかないと思うし、この色味もねすごい可愛くて、でこれをね試着した時にすっごいシルエットが綺麗だったんですよね。なんか足がすごい綺麗に見えるっていうか、結構美脚効果もあったので、シルエットが私気に入ったので購入しました。素材もそんなに分厚くなくって、夏でもそんなに暑苦しくないかなと思います。これ結構オールシーズン履きそうですよね。夏も履けそうだし、秋もすごい色味が合ってるような感じがするし、まあ、そのまま冬も着ていいと思うし、春も着れると思うし、結構オールシーズン万能に使えるんじゃないかなと思います。はい、そして続いて5つ目かな、5つ目がじゃじゃん、こちらです。こういう感じのデニムのタイトスカートなんですけど、こちらが3990円でした。安いです。これも前に割と深めのスリットが入っていて、ストレッチも結構効いているので履きやすいし歩きやすいし、こういうノーマルのデニムスカートは本当に買い回しが効くと思うので、ロゴティーとか無地の白ティーとかでもいいんですけど、そういうのに合わせても可愛いし、秋冬とかだったらニットに合わせても可愛いし、これもまあオールシーズン使える万能なアイテムかなと思います。はい、そして続いてでラストなんですけど、ラストは
6つ目がででん、こちらになります。これもね、見た時に一目惚れしました完全に一目惚れで購入しました。もう私本当にクリアバッグ大好きなんですよね。今年に入ってからマジでクリアバッグ何個買ってるんだろうっていうぐらい結構集めてるかな、なんですけど、なんか可愛いですよねもう可愛いポイントがたくさんあるんですけど、まずこの取っ手ですね。取っ手がねすごく可愛いんですよね。こういうシルバーの輪っかとか、なんかちょっとなんだろうな、ストーンみたいな柄の夏っぽい感じの輪っかになってたりとか、あとはここがね、このサイドが網目がこういう感じで黒のステッチが入ってるんですよ。これがもうめちゃめちゃ可愛いです。巾着もねこのバッグにセットで付いているので、この中に荷物を入れてっていう感じなんですけど、肩から下げることもできたりとか、これがもうすごく可愛くて一目惚れで購入しました。こういうクリアなバッグを持つだけで一気に夏らしさが出ると思うので、こういうバッグは一つ持っておいてもいいんじゃないかなと思います。こちらのお値段が4990円でございます。はい、というわけでこんな感じで私が最近ザラで購入したものは以上になります。やっぱりね、みんな大好きザラだと思うんですけど、本当に可愛くて結構コスパもいいと思うし、最近私大人化計画をしてるっていうのをね、インスタとかツイッターとかで、ね、ちらほら言ってるんですけど、大人っぽい服装とかを集めるんだったら絶対ザラが可愛いと思います。私もね、とてもザラ大好きです。なんかちょっと一癖ひねったようなアイテムとかもあったりとか、普通に無難なノーマルなものも置いてるし、いろんな系統も置いたりとかするので、ぜひチェックしてみてください。多分すごい気に入るアイテムが1つや2つはあると思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。